ち切ってすべてを この度演出そして、再び、ファントムエリック役を務めさせていただきます城田優です。そうですね、まあ、率直に、楽しみでしかないです。プレッシャーといいますか、その責任感はね非常に重要なんですけども、ファントムという素晴らしい僕自身、思い入れのある作品をより、素晴らしい舞台にできるよう、これから11月の初日に向けて精一杯日々取り組んで参りたいと思っております。今までで一番加藤和樹がいいと言わせる作品にすると言いました。これは自分にとってもプレッシャーですし、僕がね、はい、はい、言いました。が、はい、演出家城田優にとことん向かい合ってつい最後まで、ついていきたいと思っています。ご期待ください。一緒には立てないのが残念ですねこのミュージカルというものの魅力、はい、大前提にファントムというものは置いておいて、これは私演出家としての意見ではありますが、ミュージカルを作る上で一番大事なのはお芝居の歌だと僕は思っているので、心情を訴えかけるミュージカルを作りたい。一番大事にしたいのは音楽で心を訴えるということがファントムの僕の第一のテーマです。